ポケモン掃除屋の切ないです。 A0 です。今回は今 YouTube で流行ってるランキング動画をポケモン配信がガチで作っていきます。シングルバトルに詳しくて対戦経験が長い2人にしか作れないランキングを作る企画となっています。今回は強すぎてガラルに内定がもらえなかったポケモンランキングトップ10ということでやっていきたいと思います。評価基準がまずはシングルバトル限定、ダブルバトルとかそういうルールは一切考慮しません。2つ目が剣盾に連れてくることができないポケモンが対象。3つ目がシリーズ級ルールで解禁された時のことを想定、だから伝説ポケモンはなし。今回作成したランキングは動画の最後に流すのでぜひ最後まで見てください。他にもこのポケモンは解禁されたらこういう強みがあるとか、そういうランキングについての意見や感想をコメント欄で共有していただけると楽しい動画になるんじゃないかなと思います。ということで早速ランキング作っていきたいと思います。まず最初にアローラベトベトン。7世代はそこそこの活躍、特にメガゲンガー対策かなだったけど、メガゲンガーもいないし、そもそも追い打ちが削除されてるから、今までのような活躍はできないけども、うちは特性食いしん坊で、実質自己再生みたいなことを第7世代ではしてたんだけど、教え技からリサイクルもなくなったし、コンラミも弱体化食らったし、弱体化がかなり強いポケモンだけど、叩き落とす、基本的に覚えるポケモンは教え技だったのが、アローラベトベトンはレベルアップで覚えるおかげで、世代になっても使えるっていうのは、結構なメリットではあるかな。木の実とかじゃなくて普通に黒いヘドローとかそういう方になりそうだよね。ベトベトン、やっぱり何を生かすかといったら叩き落とす、それ以外はちょっと微妙なところはあるな。強いポケモンの話してるはずなのに弱いこと言っちゃってあれなんだけど、ダイマックスとの相性あんまり良くないよね。ドラピオンもそうなんだけど、ダイアークとダイアシッドタイプ一致の2つが特殊の方向に効果がある追加効果だから、物理主体のベトベトンとはあんまり相性良くないっていうので、ダイマックスするようなポケモンではあんまりないのかなっていう感じはするよね。次がドンファン。剣盾になっておそらく消える技は吠えるだけかな。基本的にドンファンの技って地震、氷の粒手、アットニーが、ステロとかガムシャラとかになってくるから、吠えるは言うほど使われてなかったから、そこまで気になるような弱体化でもないよね。ドンファンもそこまで使用率が高いポケモンではなかったけど、剣盾ではダイマックスカバルドンみたいな使い方ができる可能性は少しあるね。相手の想定外のところから効果力出すっていうのは確かに、普通に考えたら頑丈ステロガムシャラとかしか警戒されないからね。あと新しく覚えて強そうなのはボディープレスぐらいか。B120 あって大体カバルドン、カバルドンよりちょっと高い。ボディープレスの威力はそこそこ期待できなくはないけど、A も同じ数値あるから、バカ力とかでいいんじゃないのっていうような話もなくはないかな。B 高いっていうのはちょっとデメリットにはなるんだけど、頑丈カウンターでダイマックスを切り返してっていう流れもできなくはないよね。HP も90と低くない出力値持ってるから、HP に振っておけばいろんなポケモンのダイマックス切り返せるかな。めっちゃ龍舞積まれて止まんねえよみたいなポケモンを切り返せるポケモンではあるね。あと意外と飛び跳ねる覚えるから、ダイジェットもできなくない。最速だと1積みで、100族サンダーとかまで抜けるから、なしではないよね。次がドーブル。このポケモンは特になくなった技はない、全ての技を覚えるから、剣盾でなくなった技がなくなった技、それでなくなって困る技なんかあったっけ。ドーブルに関しては特にないんじゃないか。ないね。ホタルビとかもわざわざドーブル積み技の中から選んで使わないもんね。特になくなって困った技はないかな。剣盾で登場して新しくできるようになった戦術というか型は、タコ固め、あと排水の陣。そうだね、強いのって言ったらそこら辺になるね。排水の陣は相当強いんじゃないか。これ全能力プラス1でそれバトンっていうのはかなり強いから、ジオコンかカラヤブかの2択だったと思うんだけど、積み技って、排水の陣も選択肢として上がってくるんじゃないかな。キノコの奉仕、排水の陣、バトンタッチってやって、相手が最速を消しちゃったとしても、BD が上がってるから、バトン先がめちゃめちゃダメージ食らうっていうことはないっていうのが結構な強みになりそうだよね。あと、ムラッケとも相性良くて、排水の陣で1段階上げるから、ムラッケで下がる分を実質帳消し。確かに。どっかが3段階上がって、どっかがプラマイゼロみたいな状況を作ることもできる。あともう一つ、タコ固めもムラッケと相性いいね。単稼ぎっていう、ムラッケの強みを生かしてると、タコ固めの強みも出てくるのか。適当にタコ固めで捕まえてマモミガでターン稼いで突き上がるったら大体いろんなポケモンワンパンできそう確かにそうだね。結構能力上がってもドーブルの火力だと相手倒せないってこと、結構あるからね。なんなら神速とかでもいいか。でもやっぱり突き上がるのがいいんじゃない。ドーブル A めちゃくちゃ低いから、A も S もうまく上がってくれたら突き上がるでいいね。剣盾に出てきたら、いろんな戦術もできるし、強い催眠技使いとして、環境に少しぐらいは出てくるんじゃないかな。次がキノガッサ。このポケモンが剣盾になってなくなった技はそんなにない。よく使われた技だとないね。逆に覚えそうなのはインファイトとかかな。格闘高打点で、気合パンチはちょっと
あの仕様がちょっと普通じゃないから置いとくとしたら、まあ、大体バカ力使ってたと思うんだけど、まあ、A が下がるよりかは D が下がってくれた方が明らかにキノガッサにとっていいから、まあ、インファイト使えるなら使いたいよね。キノガッサは相対的に強化されたというか、ルールによって相当な戦術が使えるようになっていて、まあ、ポイズンヒールプラス守る身代わりを繰り返していれば HP が減らないので、まあ、どんな状況下であってもそのパターンに入れば TOD が可能であると。なんか8世代これが強すぎてまだ解禁されてないんじゃないかなっていう風には感じるぐらいには相当強い効果だよね。単純に TOD 以外にも従来通りのタスキテクニシャン型で、まあ、寝かせて、まあ、そこそこ火力で殴っていろんな範囲で殴ってみたいなことができる、まあ、そういう点でも強い。あとまあツバメ返しとかはあるんだけど、ウーラオス両方に強いっていうのは結構ポイント高いよね。水も悪も半減だから、まあ、対面で寝かして勝つこともできるかな。それこそポイヒで守るを入れる方 TOD 型っていうものを使うのであれば、守る貫通のウーラオスには、まあ、強いポケモンでありたいから、そういう意味でも噛み合ってはいるかな。このポケモンが剣盾で解禁されたら、まあ、猛威を振ること間違いなし。次はゴーカザル。このポケモンが剣盾に解禁されてなくなった技としてはメザパとガムシャラが大きいかな。特にガムシャラ痛いよねこれ。ゴーカザルといえばゼロプラスガムシャラを高い素早さから使えるっていうのがポイントの一つだったから、これが使えなくなると一気に型が狭まっちゃいそうなんだけど、まあ、新しい炎タイプとしてエースバーンも出てきて、タイプ的にもまあかなり被ってるって言っていいしね。特にゴーカザルは今までゼロガムシャラ挑発みたいな型でしかあんまり使われてなかった気がするし、アタッカーとしてはバシャーもエースバーン、そっちの方が1枚2枚3枚上手いってるから、一番大事な型が弱体化されたのはでかいね。アタッカーとして活躍してたのは4世代までだもんね。5世代以降はバシャームが解禁されちゃったからね。ってなるとやっぱり、まあ、早くてステロできて炎タイプですよっていうところを売りにしたいから、本当にそういうところで採用価値を見出せた時に採用されるみたいな感じかな。遅いのでいいんだったらコーダスとかもいるからね。ゴーカザルに関しては剣盾に内定されたというよりダイパリメイクでの強化に期待かな。巨大技何か欲しいね。次がエンペルト。こいつが剣盾でなくした技というのは特にないけど、強いて言うならハタキぐらいかな。でもまあ特殊型が基本で、ハタキ入れるスペースもあんまりなかったから、まあそこまで気にすることでもないかな。新しく覚えそうなのは徹底光線、クイックターン、そのあたりかな、まあ、クイックターン覚えたらラグラージと同じような使い方できるよね。ステロアクビクイックターンなんかみたいな、まあ、ラグラージとはタイプが違うから、まあ、鋼水っていうタイプをうまく活かせる構築であればエンペルトが優先的に採用されるっていうことも全然あるよね。鉄壁も覚えるからワンチャンボディープレスを覚えたりしたらナットレイを殴れたりっていうのもあるかもしれないけど、まあ、防御が低いね、まあ、B88、まあ、使えなくはないけどぐらいだね。アタッカーとして使うのもいいけど、やっぱりステロアクビだよね。タイプがめちゃくちゃ優秀だから、タイプを利用して後出ししてステロアクビしてっていう、まあ、クッションサポートの役割として、まあ、使うのが一番いいかな。耐性が相当優秀ってのもあって、カバルドン、ラグラージだとカプレヒレにかなり不利を取るけど、エンペルトは、まあ、水もフェアリーも量半減。なんなら有利だよねこれ。ちょっと瞑想されるとめんどくさいか、まあ、瞑想とか自然の怒り挑発でもちょっとめんどくさいけど、まあ、ラグラージ、カバルドンと比べてめちゃめちゃ不利っていうわけでもない。ラグラージと同じぐらいの相性関係って捉えていいかな。ラグラージよりは大増して殴るみたいな適性が高いような気がするけど、水技をクイックターンだけにするのであれば、クイックターンが物理技っていうところで、まあ、ラグラージの方が A が高いからラグラージの方が良さげかなっていう感じもするけど、難しいな。ハイドロカノン、ラスターカノンみたいなで大増して殴るんだったらラグラージよりエンペルトの方が強そう、まあ、耐性も優秀だし大魔適性もそこそこありそうだし、こいつが剣盾に出てきたらそこそこな評価を受けて使われるようになりそう。次がグライオン。剣盾で亡くなった技は、毒毒と羽休めがめちゃめちゃでかくて、他にはダイジェットの攻撃力のゴッドバード、その辺もちょっと痛いかな。まあ、亡くなった技は結構痛いんだけど、まあ、それを凌駕するぐらいのめちゃくちゃポケモンではあるよね。キノガッサのところで触れた TOD、 その性能に関してはおそらくグライオンの方がズバ抜けてる、まあ、キノガッサと違ってダイジェット使えて、まあ、初手ダイジェット連だから身代わり守る繰り返してるだけで TOD 勝ちができちゃうみたいなことも、まあ、そこそこありそうだから、もう構築単位でかなり対策しないといけないポケモンにはなりそうだよね。無対策だとグライオンが初手ダイマしてダイジェット連打して相手のポケモン削って、その削れたポケモンが回復できなかったらそっからグライオン守りはしてるだけで勝ち。冷静に考えて性能やばいよね。だから何かしら水ウラウスの水流連打だとか、マンムーのツララバリだとか、フェローチェのトリプルアクセルだとか、すり抜けドラパルトだとか、グライオンの守る身代わりに対して何らかの策がなければ試合にならない。ていうかグライオンが解禁されるからなんかトリプルアクセルって技が出てきたんじゃねえのかなって思うぐらいにはやばいポケモンだから、環境に出てくるの
のであればうまくバランス取れるようにはなってると信じたいけどね。トリプルアクセルと水流連打が来たタイミングが同じだからそういうのありそうだよね。結構気にしてそうではあるよね。ってことはグライオンが来る予兆が来てる。まあダイパリメイク来るわけで絶対グライオンはいるわけだから、まあいつかは結局解禁されるんだろうなっていう感じはするけどね。昨日朝のところでも触れたけど、やっぱりルール改定がないとさすがに対戦ゲームとして怪しいことにはなりそうだね。まあかなり難しいやばいゲームにはなるね。次がジャローダ。剣盾で亡くなった技は光合成、あとは目覚めるパワーがでかいかな。この光合成と目覚パ両方ない方ってジャローダって存在した？両壁は両方なしが一応ありえたかな。ヘビニラミリーフストーム両壁、それぐらいだよね。まあ、両壁の方もそこまで多いわけじゃなかったしね。それ以外だとゴツゴツメット型だと残りの2つの技がリフレクター光合成で回復しながら物理ポケモンをはめるとか、アタッカーになるんだったらリーフストーム外光線目覚めるパワーとか、アタッカーだったら間違いなく範囲の補完として使える目覚めるパワー入ってたよね。メザパがなくなって鋼に対する打点がなくなった。できれば大地の力とか覚えてほしいけどね。不思議花覚えたけどさすがにジャローダが覚えたら強いよな。いや強いね。ただ一つ、例えば大地の力を覚えたとしてもちょっとデメリットがあってさ、天の弱だからさ、ダイヤース打ったらデー下がるよね。下がりますね。現状ジャローダが覚える技でダイマックス技のせいで逆に下がっちゃうよみたいな技ないと思うんだけど、まあ、主な技では特にないかな。まあ、欲を言うなら大地の力じゃなくてマジカルフレーム欲しいっすね。それ欲望だね。最悪気合玉で、気合玉だったらダイナックルで A が下がっても気になんないもんね。ジャローダただ単純にダイアタックで S が下がらないみたいなのは強いし、でダイマックスの性能自体との噛み合いは良さそうだよね。草タイプってかなり不遇なタイプだけど、剣盾環境に出てきたらそこそこ生き残れる草タイプになるんじゃないかな。まあそうだね、ゴリランダーぐらいとは言わないけど、まあ、そこそこは一定数存在しうるポケモンになりそうだね。次が月光が。剣盾で削除された技で困るのは特にあんまりないけど目覚めるパワーぐらい。まあ正直あんま気にならん。いやまあメザ炎とか使ってた月光がいたけど、ダイマックスを手に入れたことで技の選択肢がさらに増えて、まあ、メザパなんてもう入れなくても十分なんじゃないかな。このポケモン何度も過去に動画でこすってはいるけど、まあ普通にやばい。本当にどうしようっていう話だよね、まず対面だったらまあ例えばカプコケコとか型次第ではあるけど、お互いのまあ勝てるのも結構あるなっていうのはあったけど、後出しは多分無理じゃないか。無理だね。ダイナックルとダイアークとまあダイストリームとって持ってて、範囲も意味不明でっていうので、エースバーンも当然リベロで強いんだけど、飛行タイプの弱点をつきやすいっていうのが8世代においてかなり、まあ、エースバーンに比べて勝っているところなんじゃないかな。ダイジェット組に結構強いよね。なんなら第6区で飛行タイプに強いタイプになっちゃうよみたいな、そういうポケモンだから対策可能。なんかフリー対面作った瞬間誰か1匹死ぬよねっていう。誰か1匹死んでその状況によっては型が分かんなくてもう1体事故って死ぬみたいな、そしたら試合に負けているみたいな感じかな。どうすればいいんだろう。とりあえず対面からある程度勝てるポケモンで殴り合わないといけないのかな。まあ、そうなると、まあ、なんかミミックとか今以上に評価されるようなポケモンになりそうな感じはするけどね。型が無限すぎて、まあ、環境がどうなるかっていうのも予測つかないぐらい。おそらく剣盾に解禁されたら、まあ、とんでもないことにはなるんでしょうね。ここが対策から始まるポケモン対戦みたいな感じだよね。最後がビビオン。このポケモンが剣盾で亡くなった技で大きいのはガムシャラぐらいかな。タスキビビオンとして使うのであれば、まあ、ガムシャラないのがちょっと痛いかなとは思うんだけど、まあ、基本的にはタスキよりやっぱ食べ残しで使うポケモンだからめちゃめちゃ気になるっていうほどではないかな。もうめちゃめちゃ簡単には強いバタフリーだよね。特防だけバタフリーに劣ってるけど、それ以外は同じかそれ以上。まあ、特防低いって言っても HP が高いんだから、まあ、結果的にはそこまで大差ないみたいな感じでもあるし、まあ、基本的には身代わりが代わりにダメージ受けてくれるような方なわけだから、まあ、そこでビビオンが下だよねってなることもないから、マジで単純に強いバタフリーなんだけど、まあ、バタフリーが今環境にいるかって言われると、まあ、まず見ないから、まあ、それよりちょっと強いっていうのがどれぐらい影響するのかなっていうのはあるんだけど、単純に1枚でドラパルトより早いのがでかそう。まあ、バタフリーの天敵って、まあ、何かと言われたら一番にドラパルト上がるかなぐらいにはきついから、すり抜けで身代わりも貫通だし、すり抜けじゃなかったとしてもドラゴンアローでも十分痛いし、で1枚で最速ドラパルト抜けなかったけど、ビビオンは、まあ、最速なら、まあ、シリーズ9のルールとは言ったけどクロバドレックスとかも余裕で抜けるぐらいには早いから、素早さの低さで困るっていうことはあんまりなさそうだよね。ただこの差で今のバタフリーより格段に数が増えるかというとちょっと微妙かな。そうだ、どっちかっていうとバタフリーがいなくなるっていう方が正しいような気がするんだけど。
今までいたバタフリの分がほとんどビビオンになるみたいなのが、でほんのちょっと増えるぐらいが正しいのかな、数の分布で言うと。環境的にこのポケモンが追い風になることはほぼほぼないだろうから、まあ、単純に何度も言ってるけど強いバタフリですよっていうところかな。以上が強すぎてガラルに内定がもらえなかったポケモンランキングトップ10ということでやっていたんですが、内定してないポケモンって割といっぱいいるけど、対戦環境にフォーカスしてみればそんなに多くのポケモン解禁されてないってわけではない。ゲームバランス考えてちょっとこれはまだ解禁しないでおこうみたいなポケモンたちが解禁されてないんだなっていうのはもう見て取れるよね。剣盾環境中にこれらが解禁されるかって言われたら解禁されないような気がするけど、もし解禁された時には、まあ、今とは一切違う環境に変貌するだろうから、それも少し楽しみであるの。シリーズ9いきなり解禁しますって突然言ってくる可能性もゼロなわけではないからね。これからもためになる対戦動画や解説動画アップしていくので、チャンネル登録、高評価ツイッターもお願いします。お願いします。